川野江港、三島川野江港は愛媛県四国中央市の北東部に位置する港湾。港湾管理者は愛媛県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。大型の貨物船が入出港する工業港である。もともとは三島港と川野江港の二つの港であった。本港の背後県である馬地域は1964年に 他の近隣市町村とともに、東予新産業都市に指定され、積極的な工業化が図られてきたが、製紙産業の発展とともに、大型のチップ船が入港するようになり、また紙製品の積み出しが行われるなど、港湾二役も活況を呈した。次第に、船舶も大型化し、量的にも、質的にも、港湾施設設備不足が顕著になってきたため、 三島港と川の江港の両港を一体として整備し一層の発展を図る必要が生じ、1970年8月に合併し、三島川の江港となった。その後1971年4月に重要港湾となる。また近年では、コンテナ船やローロー船なども就航し、海上交通の重要な起点となることが期待されている。背後圏の工業化により、 入港船舶が大型化し、岸壁が手狭になり、また大戦が発生したり、船舶の取り回しに支障をきたしていることもあり、金子地区の開発、臨海土地造成とともに、防波堤を付け替える等の事業が進められている。本港は、静止すら地の最終処分場の確保の必要性から、臨海埋め立て、土地造成を繰り返してきた歴史を持ち、また、それが、 企業の用地需要に応えることになってきた。一方、過去において、水質汚濁や悪臭など、公害も見られ、環境との調和が、今後も、課題となっている。2006年の取扱い貨物量は887万トンで、製紙業に特化した港として、製紙原料であるチップと燃料である石炭で、貨物量の半分以上を占め、紙パルプ類の積み出しも多い。 また同行では、バラ積みからコンテナへの切り替えが大きく進んだため、2010年の国際コンテナ取扱量は、前年比44.9%増の 37,326TEU と取扱量を伸ばし、2009年まで6年連続で四国1位だった高松港を追い越しトップとなった。港の背後には、製紙工場が立地し、チップ、 古紙等の製紙原料や石炭等の燃料の陸揚げ、また紙製品の積み出しが円滑に行えることから高い生産性を誇り、本港は四国中央市を全国有数の製紙産業の集積地の地位へと押し上げる原動力ともなった。製紙産業と共に栄えてきた港といえる。三島港はもともと白砂清晶の砂浜が広がる漁村であった。 大正15年から6年間にわたって実施された三島港修築工事により、港内面積の拡大及び港湾施設の整備が進められ、昭和5年には指定港となった。戦後、製紙工業の急速な発達により、伊予三島市は四国中央部における重要な商工業地となり、都市の発展とともに港の利用度が増大したため、昭和28年、港を県に移管し、 各種の施設整備を進めた。川野江港は、近世側の河口を利用した自然の良港として、古くから明け、江戸時代には、土佐藩主の山金交代の乗船地となるなど、四国中央部の交通の要衝としての歴史を有している。昭和5年に、県の指定港湾となり、その後港税の進展により港湾施設は拡張を続けている。 2011年5月21日付四国新聞ありがとうございます。